お、チョコレートのコースその5。おわ、びっくりした。完全に死ぬフラグなんですけど。ほらな。ああ。ブブブブじゃねえよ。なあ、くそ。ハズレー。お、中間だ。やった。おわ。土管が伸びた。なにこれ、すげえ。怖っ。あ、てめえ、分類よ。あの野郎、はじきやがるからな。どうにかしてあいつを。よし。あぶね。ゴール、早っ。よし、チョコレートの城来たぜ。おわ、カロンさん、なに、おう、こわ、めっちゃ怖いんだけど。ノコギリが来た。おえー、ちょっと待って、ノコギリとこりゃ相手にしなきゃいけないの？ちょっとむず、うっそだろー、ちょっと難しくね、これ。くそ、カロに焦った。で、ここ待って。怖っ。ほっ。もう。よし、鳥でヨッシー連れていけねえのつらいな、やっぱり。これノコギリ一発でクリアできちゃうから、そしたら。上、あぶねえ。あ、くそ、迷った。よっしゃ。で、踏まなくてもいいけど、さっきな、出てくるタイミング迷ったんだよな。よし、くそが。どうしよう。カロンは踏む、避ける、ピピッター。で、
超える。踏んじゃダメ。そう。で、待って飛ぶ。これはしゃがんでる。上から来るよな。とう。どっかでキノコくれよ。この辺でキノコ欲しいな。ないの？光明的なものないの？そうだよなぁ。お、よいしょ。あぶね。で、待って、さっと、よっしゃ、危ねえ。怖え、これ。これ振って、これで、ん？ゴツって言ってるな。じゃないのか。あれトラップか。うっそ。なんで？つか羽なんでなくなったよ、あれ。踏み続けてもダメなの？ん？どういう仕掛けだ、あれ。挟まれたのか。よし。怖え。怖っ。一回ここで待って、こうだ。キノコ、キノコ。早っ。抜けろ。よし、中間。あ、ケセランパサラン。まあマリオストーリーのアカリンはこれ言ってたよね、確か。うおお、怖え、でかっ。潰されたら死ぬな、あれ。どこで当たったんだよ。抜けろ。やった、羽きた。お前か、ウェンディ。
わなあ、くそ、エンディベケセランパーサラ踏める踏めるも何もジャンプミスってんじゃねえか。よし。くそー、ここでミスるのは痛いな。踏めっかな。踏めるじゃねえか。踏んだ後ミスった。とりあえず踏めることが分かったから。そうか、上に上がりますぎて。よし。怖いよ。でっかいやつの当たり判定が怖いんだよ、これ。こっち死なねえからな。うお、ミスった。挟まれて死んでたら、今。抜けろ抜けろ、スピンジャンプでやり過ごせ。死んだ連れてかれた。うっそだろう、ジャンプできなーい。とりあえずキノコもらわないとまずい。なんで頭打つんだよマリオよ。くっそ、止まれねえし。もう。よし。あれはまずい。ぴったし当たるだろう。ちょうど挟まれるように作られてっかんな、俺。おー、危ねえ。いけねえ。よし。よし、2回アイテムがある。いけるはず。それは無理。下に降ってくんじゃねえよ、おめえよ。踏めばよかった。よーし、くた
止まれ。よし。サンキューマリオー。あ？モップ？おわ、すげえ！消しやがった。6番目のコクッパを倒したマリオたち。この先の沈没船にはクッパの谷の入り口を開くための鍵があるらしい。急げマリオ。頑張れ、ルイジいねえよ。ルイジじゃねえし。ルイジいねえから。そこか。記録して続ける出たんで。それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方、ありがとうございました。Twitter のフォロー、チャンネル登録、いかがでしょうか？次回もよろしくお願いします。